放送局。はい、どうも皆さんこんにちは。ゆうと放送局のゆうとでございます。改めまして、どうもこんにちは。ゆうと放送局のゆうとでございます。なんと何が起きたかと言いますと、今ちょっと私の声が全くね聞こえなかったと思うんですけど、いつもピンマイクを使って、動画を撮っているんですが、この時私全然気づいてなかったんですけど、マイクが外れて床に落ちていました。で、ここについてるのはそのマイクを固定するクリップなんですけど、このクリップだけがついていて、マイク自体は床に落ちてしまって、それで全く音声が聞こえないという状況でございました。本当にすいません。とりあえずこのオープニング部分は全て音声がちゃんと入っていなかったので、映像に合わせてアフレコしたいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは。ゆうと放送局のゆうとでございます。ということで、実はこの前ヨドバシカメラにちょっと用事があって行ってきました。そしたらね、ちょっと鉄道模型コーナーを見ていたら、ちょっと気になる車両をね見つけてしまったので、今回購入してきちゃいました。それではね、早速ご紹介いたします。それがこちらでございます。デレン、加藤の青い森鉄道青い森701系2両セットでございます。イエーイって言ってるよね、きっとこれね。ダッフィー、おーすごい、ダッフィーがかわいそう。はい、ということで今回は加藤の青い森鉄道青い森701系購入いたしました。こちらは先月の2020年の9月に発売された商品でございます。まだ新しい製品でございます。こちらの製品のお値段、メーカー価格税別1万円になります。で、今回私、ヨドバシカメラさんで購入したんですが、なんとね、ヨドバシカメラで結構よく買い物をしていたので、ヨドバシカメラのポイントが、なんとめっちゃ溜まっててですね、かなり今回お安く購入することができました。ありがとうございます。それでは早速ですね、開けて中身を見てみたいと思います。それでは行きましょう。いつも思うんですけど、このシーンってどういう意味なんですかね。これ自分でも意味が分かんないんですよね。はい、ということで早速ですが、パッケージから見ていこうかなと思います。今回2両セットということなので、こんな感じでかなり小さいパッケージですね。コンパクトのサイズのね、パッケージに入っております。一応こんな感じでこっから車両がね見えるようになってていいですよね。で、ですね、701系、これね、同じ時期に確か701系の1000番台の盛岡色っていうのもですね発売されてるんですよね。で、そちらもねかなりかっこよくて、紫色の帯が入った車両なんですけども、そちらも2両セットで、販売されててですね、すごくそちらも欲しかったんですが、個人的になんかこの青い森鉄道の方がちょっとデザイン的にですね、ちょっとインパクトがあってかっこいいなと思ったので、今回はこちらを購入しました。で、青い森鉄道、僕実車をね、これの車両自体を見たことも乗ったこともございませんが、一応青森県を走っている、まあ、鉄道ということですね、なります。じゃあ早速パッケージ開けていきましょう。で、こういうまあパッケージの時ってね、こう手でこう開けてもいいんですが、まあ、そうすると箱がちょっとね、箱を傷めるというかちょっと折れてしまうので、ちょっと今回はリレーラーのこの端をうまく使いながらですね、開けていこうかなと思います。このリレーラーの端を使うとうまく折り目がつかないで、ああ折れてる、ああやっちゃったということで、ね、比較的綺麗にうまくやれば開けられますので、それでは行きましょう。オープン、おおおお、いいですね。まあ、一応こんな感じで中はですね、発泡スチロールのこんな感じでケースに入ってますね。で、これを剥がしてと、はい、これが車両本体でございます。おお、すごいっすね。で、ちなみに説明書とはですね、こちらこの下に入ってましたね。はい、これが一応説明書になります。そうですね、このパッケージに合わせて説明書もこんな感じで畳んで入っておりますね。普通普段だったらね、もっと大きいケースに入ってるんで、紙こんなね折りたたんで入ってないんですが、これはパッケージに合わせてこんな感じで三つ折りっていうのかな、されてますね。そして説明書と同じ袋に入ってましたが、こちらはですね、こちらの車両に貼る行き先表示シールになります。ちょっと見ていきましょうか。こんな感じで、あ、結構バリエーションあるのかな、青森八戸とかね、結構入っておりますね。で、ワンマン表示、あとなんかドアにつけるステッカーとかね、全面窓遮光シートとかいろいろ入っております。じゃあそれでは早速本体車両ですね、車両を見ていこうかなと思います。じゃあまずは上の1号車でいいのかな、1号車かな、はい、こちら上から見ていきたいと思います。よいしょ、おー、すごいね、このもう見てすぐね目に入ってくると思いますけど、なんかこんな可愛いキャラクターの絵がね
これたくさん書かれておりますが、これはですね、この青い森鉄道の、まあ、イメージキャラクターのモーリーというそうです。モーリーくん、モーリーちゃん、どっちなんだろう。モーリーというキャラクターみたいです。僕ちょっと知らなかったんですけど、申し訳ないんですけど、モーリーというキャラクターが、側面ですね、書かれておりますね。こんな感じで、おお、なんか可愛いな。はい、こんな感じで、でここにね、こう青い森鉄道のロゴもね入ってますよね。ここにもあったね、そういえば。これ窓ガラスにもねかかってますけど、大きいモーリーの絵が書いてあります。で、青い森700の8って書いてありますね。うん。で、前面がこんな感じです。おー、かっこいい。おー、超かっこいいですね。青い森鉄道の左側、青森行きという表示が、まあ一応標準でね、こんな感じで、ついております。で、このドアの真ん中部分にもモーリーの絵が書いてあります。で、まあ、701系といえば、この、まあ、特徴的な丸いライト。これかっこいいですよね。うん。一応上がヘッドライト、窓の下のところがテールライトになります。で、連結器はカバー、こんな感じでカバーがついておりますね。で、一応ですね、このスカートはスノープラウ形状付きの強化型スカートということになってますね。うん、グレーになっててかっこいいね。一応反対側はこんな感じになってます。うん、床下なんかは全部グレーでまとまってる感じですね。屋根部分はこんな感じになってます。こんな感じでアンテナパーツも、もともと標準でついておりますね。で、こちらはこんな感じですね。なかなかかっこいいですよね、インパクトがあってね。うん、じゃあ続いてこちら、もうね、2両なんでこれだけですけど、で、こちらがですね、あ、危ない、こちらがですね、こちらがですね、モーター車になっております。はい、モーター車ということなので少し重みがありますね。同じく、モーリーの絵が描いてあります。絵は同じですよね、きっとね。で、前面がこんな感じ。こっちの顔にはね、ホロがこんな感じでついてるんですね。さっきのはホロがなかったんですけど、こっちのモーター車というか、こっち側にはホロがついてるということですね。こんな感じです。で、パンタグラフいいですね。このなんか配線っていうのか、このごちゃごちゃ感がすごくかっこいいです。で、パンタ上げるとこんな感じです。おー、大きいですね、ひし形パンタグラフ。はい、ということでですね、一応車両こんな感じでございます。はい、で、一応次なんですが、この車両の左側にね、ここに、小さい袋があります。で、こちらにはなんかパーツが入っておりますので、一応こちらもご紹介させていただきます。はい、今の袋の中にこんな感じで、パーツがいくつか入っておりました。はい、まず一応この中に入った付属品としては、まず一つがショートスイッチ切り替え用のドライバーが一つ入っております。車両のね、まあ、裏にこのライトオンオフ切り替えるスイッチがあるんですけど、まあ、それをこのドライバーを使って、まあ、切り替えるという道具でございます。はい、そしてちょっと小さくて分かりにくくてちょっと申し訳ないんですが、こちらがですね、なんと電電パーツになります。あのね、毎回ちょっとこれが来るとすごくドキドキしてしまう電電パーツでございます。ここで皆さんに残念なお知らせをしたいと思います。パーツを割ってしまいました。この爪の部分が非常に折れやすくてですね、まあちょっと僕のやり方というか不器用だったっていうのもあって、ちょっと折ってしまったんですよね。まあそれがあっていろいろトラウマなんですが、ただこの間ね、227系もこの電電パーツがついてて、この間はね特に問題なくできたので、まあ多分やり方冷静にやればね、ちゃんとつくと思うので、今回もちょっと頑張ってつけます。で、ぴったしこれ2個ね、予備がないので、これはね1つ折ってしまうとかなり残念なことになっちゃうので、ちょっと折らないように注意して取り付けていきたいなと思います。そしてこちらが連結用のスカート2つありますね。先頭車同士をね連結させて運転する場合、そういう場合はですね、こちらのスカート、こちらにですね交換する必要が、どうやらあるみたいですね。そして最後、こちらが前面表示かっこ無地と言って、あの前面表示のパーツでございます。はい、ということでお待たせいたしました。まずは動力の確認から行いたいと思います。まあ、このパンタがついた方、こちらが動力車になりますので、こちらを乗せていきます。よいしょ。はい、こんな感じでレールの上に乗りました。はい、ということで早速、動力の確認していきたいと思います。いきましょう。走り出し結構スムーズで
いい感じでございます。まあ、ちょっとすいません。レールがね、若干というか汚れてますね。さっき久しぶりにだったんで、ちょっとクリーニングはしたんですけども、ちょっとレールの方がまだちゃんと綺麗になってないということで、ちょっとすいません。あれですけど、安定してませんけども。はい。車両のモーター自体はかなりスムーズだと思います。で、モーター音なんですけど、やっぱりちょっと大きい気が個人的にしますね。まあ一応こんな感じで、まあ動き自体には特に問題なくてスムーズでいい感じですね。はい、それでは最後にライトのチェックいきたいと思います。それではね、ヘッドライトからいきたいと思います。どうぞ。はい、こんな感じでめちゃめちゃいいですよね。結構明るいです。見ての通り上の部分がヘッドライトね、こんな感じで光ります。で、このヘッドライトの色いいですよね。結構リアルですよね。このヘッドライトの左側のね、行き先表示、こちらもね、点灯しますね。こんな感じで青森行きっていう表示なんですけど、こちらもかなりかっこいいです。じゃあね、テールライトつけてみたいと思います。おお、テールライトはこんな感じで、窓の下のね、この丸いところが光ります。はい、なんか可愛いですよね、丸いライトね、形がね。テールライトもですね、非常に安定して、光っている感じですね。もちろん正面から見ても、少し角度をねずらして斜めから見てもちゃんと光ってるのか確認できますね。はい、ということで本日は加藤さんから発売されました、青い森鉄道青い森701系の2両セットをね、購入してご紹介いたしました。で、こちらの商品ね、一応2両セットでライトも光りますし、まあ動力もねちゃんとあって走るので、 N ゲージ始められて、ちょっと車両何にしようかな、ね、N ゲージ高いしなってなった時に、この2両セットね、非常に結構お手軽な値段でね購入できますし、非常にかっこいいので、こう始められて何にしようかなって悩んだ時にね、こちらの701系非常にいいと思います。あとはね、2両編成、まあ、2両セットということなので、まあ、コンパクトなレイアウトで、小さいレイアウトしか作れないとしても、この2両なのですごくね、手軽に走らせられていいんじゃない、そういう面でもいいんじゃないかなと思います。車両としてもこのね、青い森鉄道のこのモーリーというね、キャラクターですね、このモーリーのキャラクターが書かれていて、これもまたインパクトがあってね、非常にかっこいいなと思いました。ということで、ぜひ皆さんも購入されてみてはいかがでしょうか。この動画が参考になれば非常に嬉しいです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。はい、本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよければゆうと放送局のサブチャンネルというのもありますので、ギャグだこちら、こちらもよかったらチャンネル登録、動画もチェックしてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。